日本放送が採用したアンドロイドアナ舞子、彼女の声が低迷する21世紀のラジオ業界に愛と勇気と活気を与える。これからが本番だ。解体新書を訳した3人といえば、前野良沢、杉田玄白、もう一人は、誰です？中川淳庵だよ。よく知ってますね。まあこの人はレッツゴー三匹の3人目みたいなもんだから、知らなくて当然かな。3人目って？淳です。長坂です。南春夫じゃないんだよな。舞子ちゃん、わからない。すみません、まだ芸能データを入れてもらってませんから分かりません。誰でしたっけ。誰だったかな。うるせえ。何遊んでんだよお前ら。遊んでないよ。1億円クイズハンターのクイズ考えてるんじゃないか。あんなバカ企画、却下だって言ってんだろうが。だから仕事中なんだってば。今日は大事な日なんだよ。もしかすると最後になるかもしれないんだから。どうにでもなるでな。プチ止めて。どうしたんですか。もうすぐスポンサーの代理人が来るんだよ。来ると何かあるんですか。テコ入れがあるとか、誰かがリストラされるとか、最悪番組打ち切りなんてことも。だから俺が輝く企画を考えたっつってるのに。はい。手紙。聴取率命。その通り。ダメ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 。保留。超ダメダメ丸出し。オッケー。ダメ率 82.6%。 アウチ。あのどなたですか。君は誰。エディの松。エディとのトークはお断り。編成部員前。はい。僕は子供グループ秘書室筆頭秘書平田平太。 Nice to meet you。 I have a pen。 さあ、あの本当だ、硬い。痛いです。訂正、超オッケーかもしんないみたいな。なんなんだ痛い。こんなダイヤの原石を使いながら聴取率がこのざまってどういうことかな。平太わかんない。おっしゃる通りで。まあもっともこのダメダメスタッフによるダメダメカーニバルならしょうがないかなって感じも。そうそうなんですよ。ここはスタッフをドカーンと入れ替えちゃったりしてリフレッシュってのはいかがでしょう。そりゃないっすよ。裏切るつもりですか。僕は編成部員だよ。スポンサー様のご意見を番組作りに反映させるのは当然の義務じゃないか。最低。うるさい。ねえ。美しい。君のその仕事に対する姿勢、実に美しい。いやこれはどうも。自己犠牲はサラリーマンの鏡だ。で僕もですか。君の意思は無駄にはしない。さあこれからは新しい未来を作っていこう。僕と君とで。昨日までのヘッポコ番組は忘れるんだ。これまでの君は要は吐きだめの鶴。
明日からは広く美しい大空に飛び立つんだよ。リスナーの待つ大空に。平太さん。ああ、現場も見ずに悪口を言うのはやめてください。みんな一生懸命やってるんです。それを最初からダメって決めつけないでください。日本放送社則第423条、 AD はスポンサーに決してはならない。やめろ。あ、結論を出すにはまだちょいと早いんじゃないですかい。あなたは？俺はディレクターの松、ここを仕切らせてもらってる男だ。ほほう、では聴取率の低迷はあなたに責任がありますな。まだこれからが勝負だ。何か策があると？それはあるのですか、あるのですか、あるのですか。ある。それがそうだ。ああ、それ僕の、僕の。やがましい。梅さん、人呼んで1億円クイズハンター。1億円クイズハンター。1億円クイズハンター。このコーナーでは電話でリスナーの方とクイズをします。5回続けて正解すればなんと賞金1億円をプレゼントという素晴らしい企画なんですよ。うん、素晴らしい。光ってる。光ってない。1億円なんて賞金誰が用意するんですか。そんな金出したら大赤字だ。何考えてこんな企画出したんだ。僕が出したんじゃないんです。やめさせろ。中止だ、中止。座ってろ、生放送だぞ。何？俺たちは確かにダメダメスタッフかもしれねえ。だから手掛ける番組は精魂込めて一流に仕上げるのよ。それが放送やる心意気ってもんだ。大丈夫っすよ。クイズの問題は死ぬほど難しくしてますから、そうそう5問正解なんてできっこないっす。いいでしょう、見届けさせてもらおうじゃないですか。本当に大丈夫なんでしょうね。ご安心ください。ピンポンピンポンピンポン、おめでとうございます。これで連続4問正解、あと1つで1億円ですよ、足立さん。どうなってるんですか。あと1問だって言ってますよ。あと1問って、お前が全額用意するんだぞ。残念でした。ホタルの交尾部にはルシフェラーゼって酵素があって、これが酸素と金属イオンを媒体にして光るんですよ。助かった。残念でした。あと少しで1億円だったのに。話が違うよ、松尾さん。松尾、松尾さんって、レディの松尾伝助さんのことですか。やっぱりか。何のことでしょう。1億円に目がくらむやつもあろうかと最後の問題だけ書いといたんだ。まんまと引っかかったな。ずるい。あんな感動的なこと言って俺たちを疑ってたんですか。あっとる前だ。現にこうして裏切ってんじゃねえか。仕方ないじゃないすか。安月給の AD にはこんなチャンス見逃せませんよ。ちょっと待って、じゃあここに書かれてるクイズは偽物なのか。そういうことだ。許せないな僕は。放送に携わる者としてそんな誤った情報を聞かされるなんて。何うろたえてんだ。まさかお前も誰か仕込んでんじゃねえだろうね。まさか。次の方、お名前は。本名は。何をバカなことを。ママとでも言っておきましょうか。キリ。カッチママさん、さようなら。ちょっとカッちゃん、どういうこと。なんてことするんですか。みっともないっすよ、カッチンさん。職権乱用です。君は人のことを言えないだろう。逆上がりはできるようになりましたか。はい、舞子ちゃんに励まされて僕、泉、しし放送中だぞ。何してる。ちょっとファックスを、急用なんです。見せてみろ。プライバシーの侵害です。いいから見せろ。いいです、舞子ちゃんがあんなに励ましてくれたから。そう言ってもらえると私も嬉しいです。あの、それでクラスのみんなとは。はい、鉄棒ができるようになって誰も僕を貧弱な坊やとバカにしなくなりました。おかげで輝いてますよ。は？いや、なんでもありません。
暗号まで使うんじゃねえ。どいつもこいつも。どうせ辞めさせられるんなら退職金代わりにもらってもいいじゃないですか。みんな汚いっすよ。金でそこまで変わっちまうんですか。浅ましい連中。図らずしもダメダメスタッフのダメダメぶりが表に出たようですね。ディレクター、いい加減にしやがれ。カステムさん、どうしたんですか。まったく情けねえ。お前ら自分の番組より1億円の方が大事か。お前らにはプライドがねえのか。より多くの人に番組を聞いてもらう、楽しんでもらう、それが俺たち放送屋の使命じゃねえか。俺はね、ダメと罵られてもバカにされても、一人でもたった一人でも聴取者が喜んでくれたら銭なんざいらねえんじゃ。ディレクター、マッツさん。すまねえな、平田さんよ。みっともないところを見せちまったな。確かにみっともなかったですね。とはいえ、こんな三流スタッフ、他の部署に飛ばすのも迷惑というものです。ん？差し当たってここで飼い殺しという方向に考えを変えましょう。平田さん、この番組他の全部が三流ですが、あなたの心意気は一流です。そこにもう少しかけてみることにしましょう。じゃあ。おっと、聴取率の方も忘れないでくださいよ。ま、任しとけ。マッツさん、今日のあんた本当に輝いてるよ。よせや。ピンポンピンポン、すごい、全問正解です。どうした梅さん。近日中にお届けします。それにしても全問正解なんて、さすがマスダマスさんですね。私にわからない問題なんてないわ。本当におめでとうございました。それではここで CM です。毎度、あの南極生中継世界電力を成功させた伝説の放送作家スガちゃんだよ。ほら、芸能界って華やかだし輝いてるじゃん。この前も新人歌手と朝まで飲みに行ってさ、全部で12万ほど奢らされちゃったよ。モテモテだから困っちゃうあれ。おかげで今日はアンパンと牛乳なんだ。甘くてほろりと切ないじゃん。これはこれで光ってるよね。次回、アンドロイドアナ、マイコ2010、味噌きゅうり。これうまいんだよね。